皆さん、どうも、よろしく頼むし、ドラゴン TK です。では、本日も、ゼルダの伝説、ディアーズ・オブ・ザ・キングダム、やっていきましょう。やっていこうも。これにて、ゴロンシティ周辺は終わった。うん。と思いたいだけかもしんない。ずっとしたがってん。あんなあったんやね。ええー、ってなったわ。いろいろ探索せんとな。おかんばれガリ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 。こっちだった。いっつも迷うんよな。でさ、前言ってた、どうやってもいいかなと思って。台所や、これからやっていくか。ふわふわな場所？確かにそう聞こえたけど。ああ。これはリンクさん、一人ごと聞かれちゃいましたね。聞かれたついでにお尋ねしますけど、ふわふわな場所ってご存知ですか？ふわふわな場所？ああ。実は、妻のリーメが寮に行くとき、こんな謎の歌を口ずんで、ごちずさんでいたんです。見つけたのふわふわな場所を、遅からぴょんぴょん垂れちゃうのそして、妻は里の東にある橋を、スキップして駆けていきました。里の東にある橋。その時はいつものことと聞き流していたのですが、後からどんどん気になってきて、ふわふわでぴょんぴょん？そんな場所はついぞ聞いたことがありません。妻はすぐ気持ちが舞い上がって走り出すようなサナタイプなので、無事はしないか心配ね。ああ、リーメ、危険な場所を行っていないと良いのですが、舞い上がった嫁。やろうか。舞い上がった嫁からやっていくか。里の東にある橋。東ってこっちやんな。そう、橋なんてやる？橋があれば乗るはずなんだが。橋ということは何らかの、あ、ここのことちゃうかな。ってふと思ってしまった。いやさ、このあたりにさ、あ、この祠も行ってないんやけどまだ。この祠か、ちょうど来たし。ちょうど来たし。うん。それの後にちょっと、お魚ぴょんぴょん釣れるとか言ってて、ぴょんぴょんから言ってるから、ここじゃねえかなって思って。前ここさ、コルグを取りに来た時にさ、上昇気流とかで取りに行った記憶あるから、まあ、一応ここ入っていく。一応ではなく、ちゃんと やっていこうと思って。ここら、全然できてないわけやし。やばいんよ、ほんま。見つけきれてもねえしさ、まだ。さあ、どんな祠かな。押して戻して。押して戻すの。おお、なんだ？は？あ、なるほど。ああ、厳しい。そういうことちゃうかなと思ってんけど、気のせい。おおおほら、行った！よーし！てれれれれれれれ楽だったー。お、あれちょっと待って。どこかにアイテムはなかろうか。なんかしてありそう。ないか。
落ちるしかねえな、これも。いや、いけるわ。ちょっと場所的に厳しいから。よし、登る。うん。ないな。ちゃ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 。ないよなぁ。あかわかわた。あーた、あーまた。落ちよ。ちょっと待って。この中宝箱ないのか。そこから。よいしょっと。あ、なんかあそこはありそうやな。いや、ないな。見た感じなかったけど。じゃあどこやろ。あれ？ないやん。え、嘘？ちょっと待って。あ、あ、あ、向こう側だ！見えた！あっかん、これはあかん！乗れたけど違う！あった！ちょっと待って。あたい、ちょっと待って、もうそこ違うよ、もう。うん。あかん。ちょっと待って。いろいろとやらかしている。へえ、そんなこともあったんや。外れてて、おお、爆弾かな。へえ。一回できたから、あんま、わからんかったけど、ああいう風に、ずれることもあるんやね。よし、終わった終わった。よし、久しぶりの祠。うまくいきました。よかったです。はい。祝福の光欲しくってー。欲しくってーやな、ほんま。ほんと欲しくってー。でも祠見つけきれてなくってー。悲しみってね。うん。東にある橋やからね。終わったから、も、先ほどの話に戻るけど、ここ、上に行ったところに橋あんのよ。あそこら辺じゃねえの。あそこからピョンピョン取れるのって。言ってるけど、そこ、ここかってちょっと思うけど。この辺りかなと思ってるの。ん？こっちか？もしや。もしやこちら側か？いますかね？
ちなみにここからね、下にいたところでさ、最初言ってた、帽子ね、見つけました。ほんまどこだ？またか。ああ、どっか行った。ほんまや、父中、うぜえ。よう食らうな。おう。部品？ああ。ちゃう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 。乗ってる場合じゃ。いや、いないな。奥方いませんな。どこにもいませんな。これはなんだ、どういうこっちゃ。ここら辺なのかな、違うしさ。ちょっと見てみるか。うん。探してみて、おらんかったわけやし。こっちか。東とか言ってるから、なんか全然違う。あそこなんかな。この4つの島からなる場所にでもいんのかなと思ってたら、違うかった。まあ、おかげで、祠の方はできたわけだけど。こっちか。へぇってなった。まあ、確かにぴょんぴょんできるもんな。よいしょっと。誰かいます？誰かいますかね？え？いませんけど。俺が向いてる方向はあっちか。そっち行く、こっちじゃないんかな。じゃあこちら側とか。なんか誰かおる。いたら分かるもんやけど、分かると思うんやけど。あ、じゃあなんか誰かいた。やっちゃうわ。これちゃうわ。敵か。わかりにくい。おーい。違うよな。あれ、あれあれ？あれあれってやつ。どこにあんの？なんか、焼き上がってね。なんか焼き上がってね。おお、誰かいた！いや、マジでわからなかった。ふわふわ、ぴょんぴょん。おお、びっくり。いい目。まさかこんなところで人と会うなんて。ねえねえ、見た見た？こんな空高くにも魚がいるの。しかも、マックスバス！捨てる半分でお腹いっぱい。何してるの？見てわからない？お魚を取ってるの。メダルが消えたのに街に待ったるようなお仕事ができるのよ。そしたらもう俺ついて漁師なのに心が空に舞い上がっちゃって。いや。そしたらほら、こんな素敵なお魚スポット。実際舞い上がってるけど。空島ですけど、ここは。しかもなぜかふわふわ体が浮くからぴょんぴょん跳ねながらお魚が取れちゃうの。まだおしゃべりする？風景が心配してたよ。風景？風景って私のダーリンの名前だけど。あ、忘れてた。それ心配するよね。どこ行くかもいつ帰るかも告げずに空の上。上辺。上の空やね。上の空じゃなくて、空の上や。
生を遅くのお祝いにお魚パーティーを開こうと思って、それでなの。ラリー怒ってた？昨日連絡出さないからわからないでしょ？私にだけかな？あ、私最近浮かれすぎてたし、絶対怒ってるな。今日なんてダーリンのことすっかり忘れてたし。一番良くない。一番良くない、そういうの。ごめん、先に帰りまーす。面白すぎかい。マックスボスいるの？ほんまや！ほんまやって言うて。マックスボス！マックスボス、マックスボス！こんなとこマックスボスいたんや。敵もおんのに、ようおるわ、ほんま。じゃあ戻ろうか。もがわか。戻ろうかじゃん。もがわかい。また探すハメになるかなと思ったら、意外と近場にいた。やっぱああいう、火のあるところに入れたってのって違う違う。火のあるところにね、NPC いますよね。大体ね。大体ねって大抵ね。もし。いたいた。あ、ごめんね、ダーリン。いいね。リンクさん。いいねが、ティームが帰ってきました。リンクさんのおかげです。本当にありがとうございます。まさか空の島にいたなんて、心配で心配で、水さえ喉を通りませんでした。でもね、リンクさん、ひどく、うなだれたリービーディームの顔を見たら、自分で自分を叱りながら私の元に帰ってきたんだろうなって分かって、頭をゴシゴシ撫でる系だけで許してやりましたよ。これは嬉しいかって。無事に帰ってきてくれる、本当によかった。ちょっとびっくり。ダーリンがあんなに喜怒哀楽を出すなんて、空の島にはマックスボスに夢中だったけど、今日からは昔みたいにダーリンに夢中かな。ところで、これ作ってみたんだけど、どうかな？マックス、串焼き魚、煽りますね。プラス10もされんの。やば。限界を超えてハートが回復する効果。取れたての魚を串に刺して焼き上げたシンプルだから最も魚の味を楽しむ。ゾーラズカは生で食べるのが好きだけど、君への俺に調理してみました。俺ながらグマいったよ。うまくいったよ、塩加減。やろうね。10個がいくつんのって俺。リンクさん、本当にありがとうございました。いいね。他にことがあったからといって、君への思いは変わらないよ。それともう一つ変わらない思いがあって、それは、危険な場所へ行かないでほしいという切実なこの思い。ごめんね、ダーリン。ああ、見せつけられていく。捨てつけられていくスタイル。舞い上がった予備コンプリート。確かに舞い上がってはいた、空に。ほんまそこ。え、なに、誰かいる？ディーメな。羨ましかって。んでだ、前この中でできてなかったことがあったんだが、どこにいんのかなっていうね。どこに、お月の人、いたんが、いるんかなってね。お月の人っていうのは、このヨナ様のお月の人ってことね。どこにもいないからさ、ちょっと焦ってんだって、いない。ヨナ様どこ行った？あ、こんなとこにあったんや。初めて知った。初めて知ったやつさ。あれ？ヨナいなくね？あ、もう即位したから、王の間に呼んのか。ふと思った、それは。あれ？秘宝か。なんだ？おー、リンク、いいところに来たぞ。これはゼルダ姫の手がかりではないんだが、ゾーラ王族ゆかりの書物を整理していたら気になる記述を見つけてな。どうやら秘宝に関する記述のようなんだが、興味あるか、リンク。ある！あ、そうかなくっちゃな。早速だが、この文献にはこういう一節があったんだ。琉球の守護者たる大いなる魚。その大蔵の真下に秘宝は眠る。大蔵へと続く長き橋の下。恐れを捨て、二つの落水をくぐるし者に秘宝を授けられん。どうだ？まるで宝探しみたいだろ？まあ、あまりにも古い書物だったから、そのような
宝が本当にあるかは、まあ、いつものだが。おお。真実なら君の役に立つかもしれん。気になったら調べてみてくれ。大いなる魚の下に眠る秘宝。来ちゃったよ。まあ、やっていこうか。シュノが見つけた王族に伝わる書物の一文。ね。悠久の守護者たる大いなる魚。琉球の守護者たる、多いのよ、魚。大きい魚。場所かな前。ストーリー進めるために行った、うろこいるくやつ。そこの、太蔵の真下。太蔵、象なんてあったっけダイソーへと導くまだかき橋の下。え？わからぬーってなる。二つの落ち水。これ、ここか？どうなんや？マジでわからん。でもここぐらいしかな。長き橋やし、橋やし。場所が違うとか。いや、一緒だな。よう分からんわ。あ、なんかあった。え？ちょっと待って、今。なんかあったんやけど、なんかあったんですけどっていう話です。はい。お、こんなところに、地下への入り口が、始まってきた。マジか。不可なね。巨岩くじ。よし。忍びたらしいたんか。おう。いや、登らんでいい？え？あの上かなって思ったら、なんかまだなんかあったぞって。中あったぞって。え、ここでやってんのかな？なんか違う気がする。もうちょっと豪華になってそうな気がするんだかな。あ、真珠兵装をおろった。これやん。きっとこれやん。あ、合ってた。え？これ、上ちゃうんかい。みんなら上なんなん。気になってしゃあないわ。行ってみよう。あ、上には、これがいいのか。怖い、危ない、迷いの落とし物怖え。ちょっと焦る。
ちょっと焦るよ。話。あっぶねえ。よし、じゃあちょっとは、話しかけに行こう。どこここどこここわけない。わからんから、また上行こう。お？あ、ここね。お、なんかいた。頑張りがり。よし。どっかだった。ちょっと、これか。3やね。これね。泳ぎスピードアップか。でだ、あの、ヨナ様のお月の方どこにいんのかな。そこなんだ、俺の中で。わからんのは。上に一緒におる？います？一応話しかけに行こうと思ってさ。あ、あんたらかな？一応話していこう。よく来てくれたな。集めてるところだ。続くんだろ？いつでも呼んでくれ。おう、それはそうとリーク。俺に何か他の要件があるのか？今つけてるやつが、そうですよ。なに、君が被ってるそれが秘宝なのか？さすがのドリンク。どうやら秘宝というのは水の賢者が被っていた兜のようだな。俺の中の水の賢者の力と共鳴しているようにも感じるぞ。リンク、その兜は君が使ってくれ。水の賢者である俺と君の絆をより一層強くしてくれるに違いない。君の旅路にもきっと役立つはずだぞ。俺の魂は常に君と共にある。困った時はいつでも呼んでくれ。いつもよ、常時呼んでますけど何か。作れなかったしと。ないとですね。きっとミファー姉様も見守ってくれてるだろうから。転生してる可能性にかけてみたい。お、誰かいた！ギム、ヒフミ、あ、ヒフミいた！ついに見っけた！つむりは いつも言ってるより、もっとヨナ様のお墨付きとしての自覚を持ち、いかなる時も自重として恥ずかしくない立ち振る舞いを。はい。はい。反省してます。はい。あ、ピンク様。え？レイク様！私の仕事が気づかないが遅れてしまって申し訳ございません。お説教に夢中だから。もともと今あなたの仕事が、はかどっていないのが原因でしょう。リンク様に贈呈するためのゾーラの兜が、ヨナ様に収められているかもしれないと。せっかくヨナ様から情報をいただいていたのに、今の今まで何をしていたのです。はい。どちらも人のせいにすなよってね。ゾーラ族の、いや、ゾーラの兜を食べたお魚がいないか、一緒に周りの顔を探していました。食べた魚、そんなんいんの？本物の魚の腹にゾーラの兜が入ってるわけがないでしょう。その魚もおそらく場所の例えであって、兜はそこに隠されていると考えるべき。昔から私の話を真面目に聞かずにいるから、そうやってありえないような思い違いをばかり。イエーイ助けてください、リング様どんまい。海見にタコが、くっついてんのかな吸盤でも。言ってる前かい。言ってる前かい。大和田の説教やっていこう。その魚に収められている。え？ああ、違う、マップマップ。その魚ってさ、ここじゃね？もしくはこっちじゃね？ちょっと行ってみようか。収められてるって、え？どこに？って。どこに？ってなってる。あ、もしかして。ふと思ったのは、その魚、ん？魚か？いや、違う、水の神殿よな、こっちな。ようわからん。ようわからんなってきた。
合ってるんかな？どうなんでしょうね。悩む。そういや、この上行ってなかったなと思ってさ。なんかある？ないよね。待って。なんかあったような気が。気がしただけや。気がしただけでした。はい。なんかある？あ、ちょっと待って。何ここ？初めて見た。見てはない。初めて来た。っていうのが正しい。見てはない。あ、B1 か。B1 か。あ、ここから降りれたんや。ちょっと待て。なんだ、どっか入れるようになってんのかな？待ってた。と見てみよう。お、綺麗ナイス！ 10 個ナイスってやる。よう、使うからな、最近。おっと、この下にもなんかある。なんかあんのかな、思うやん。なんもない。なんもない。はい。奉納されてるってだけやからな。どっか、見忘れてるとこあんじゃね、俺。なんか青っぽい光、ある、あれなんだ。え、どこなんやろ。ああ、しばくんなだけか。なんか一個だけすげえ何か明るかったから何かな思った。何かある！ちょっと待って、ここや。なんかこの辺り何かある。あった！これや、きっと。ほら、スピンアタックも可能となる。終わらぬし、お説教コンプレート。お説教終わるかな、これで。終わってくれると、イフミが浮かばれるんだが。浮かばれるんだが。うん、小川か。戻ろうか。合ってんの、最初と最後の文字だけっていう。小川か。戻ろうか。戻ろうかの、これ。完全の。よし。おう、ひふみりゃに行こう。そうだ。スピンアタックも可能となるって。泳ぎ中にスピンアタック、なんか凛々しいな、この姿。さて、ひふみりゃに行って。ゾーラの兜、先の戦いで用いられたゾーラの兜は損傷が激しく修理できませんでした。だからこそ、ヨナ様が見つけられた情報にリンク様へ今後犯す海水糸口が。あ、リンク様、私たちにご用ですか？リンク様が被っているそれはゾーラの兜ではないですか？そうですけど、何か。ああ、
まさか空に浮かぶ桜の形をした島に隠されていたなんて。ゾーラの兜は空の上でしたか。それじゃあ花から私たちには無理でしたね。リンク様のおかげで、私たちが兜を返し、お渡ししたのと同じ結果になったわけで、これでようやくイムの長いお説教も、イフミ、怖い怖いイムが、なんか怖い。リンク様へのご恩返しのはずが、ご本人の手を煩わせるなど、本来私たちは反省してしかるべきです。なのにそのニヤニヤ顔は何ですか。あなたには弱い人、自重としてのあり方を再教育する必要があるようですね。やったすけが終わった、終わったのに。やばらしゃい京都で拒否を許しませんからね。うーん。嫁姑みたいな感じや。問題の中で。言うと、そっと、なぁ。自重問題。かわいそう。てか、イムはなぜそんなにも、ひふみを気にかけるのか。ちょっとそこには、愛が、あるんか言いたがる。言ってる場合じゃないけど。で、あとしたらへんじゃないかあったよね。二つほど知ってんだよ。